春場所で孫富士、武る富士、24、が110年ぶりに新入幕優勝を果たした。各界が明るい話題で湧く一方、宮城野部屋の処遇についてはいまだ先が見えず、心を痛めているファンも多い。そんな中、モンゴル出身者で初めて関取となった元小結局集山、曲集山、琴田バーバトバヤル氏、51、が日本相撲協会への怒りをぶちまけた。 モンゴル出身者で初めての関取となった元小結極集山。2006年の引退後は日本の相撲界には残らず母国に帰り、建設や貿易などを手掛ける実業家へと転身した。また、8年からはモンゴルの国会議員を一期4年間務め、大統領補佐官も経験。現在は企業経営に勤しむ傍ら、モンゴル相撲協会の会長を務めている。 曲集山は大相撲における現在のモンゴル力士流星の礎を築いた第一人者です。入幕以降、各相撲部屋との間を取り持ち、大勢のモンゴル人を入門させました大相撲担当記者。元横綱白鵬こと宮城の親方、39、との関係はつとに知られている。15歳で来日した宮城の親方はその頃、まだ体が出来上がっておらず、 どこの相撲部屋からも声がかかりませんでした。そこで、曲集山が元幕内畜用山こと先代の宮城の親方、66、に口を聞き、なんとか入門にこぎつけさせたのです。どういわば、宮城の親方にとって曲集山は、日本の相撲界に足を踏み入れるきっかけを作ってくれた恩人である。今でも宮城の親方が曲集山を、兄貴、 と呼んではばからないのはそのそためだ白鵬をいじめすぎ今の宮城の親方を取り巻く状況について曲集山に聞くと僕が最も問題だと思っているのは日本相撲協会が白鵬をいじめすぎだということです現在宮城の親方は弟子だった元幕内北西方22の暴力を止められず監督責任や日本相撲協会への報告義務を怠ったとが が各界から追放されそうな勢いだ2月に公表された処分は委員から平野年寄りへと2階級降格させられる極めて重い内容だったさらにこの4月から宮城野部屋は所属する伊勢ヶ浜一門の預かりとなってしまうこれまでも各界では若い衆がどつかれたとか暴力が隠蔽隠蔽されたとかそんなことは数えきれないほど繰り返されてきましたでも それだけで部屋を取り上げられるまで追い込まれた親方はいないでしょう。この度の白鵬に対する周知は厳しすぎます。北西方の暴力は公表されている内容よりもひどかったと言われており、宮城の親方に弁解の余地はない。だが、日本相撲協会がかつての高野花、51、や現在の宮城の親方などの気に入らない敵を排除してきた一方、 お仲間には甘い対応を繰り返しているのも事実だ。昨年、陸奥の、陸区部屋でも暴力隠蔽問題が発覚したが、教会ナンバー2の事業部長だった元大関霧島こと6の親方、64の処分は単なる報酬減額にとどまった。今回の大阪場所が始まってに、3日目に、旭集山はモンゴルから宮城の親方に電話をかけている。 モンゴルのメディアでも、宮城の部屋が消滅しそうな状況について、日本人が白鵬をいじめすぎだ、と問題になっています。そんな中で僕のところにある記者が取材に来た。だったら直接、聞いてみるよ、と、白鵬本人に電話しました、どう。すると、宮城の親方は1から2分の短い時間でこのように語ったという。本人は落ち込んだ声でしたが、 僕の責任ですから。一生懸命頑張ります。兄貴、と言いました。日本相撲協会や他の親方衆への文句は一切なかった。男だな、って思いましたよ。どう今後、曲集山は宮城の親方の処遇次第では、日本の文部科学省に厳重な抗議を行う予定だそうだ。さて、曲集山の魂の叫びは日本相撲協会に届くのかそれとも、 相変わらずの恣意的な処遇やエコひいきが続いていくのか3月28日発売の「週刊新潮」では曲集山が戒めたという宮城の親方のモンゴルでの狼藉などについて詳しく報じる。